スターチャンネル、株式会社スターチャンネルは、映画専門チャンネルのスターチャンネル2018年1月23日、現在、チャンネル名には、が入らない。口述を運営する放送事業者である。1986年3月20日、東北新社が中心となり設立された。その後、同業他社のチャンネル統合により、伊藤忠商事、 ジャパンメディアブロードキャスティングやソニー、ニューズコーポレーション、スカイムービーズなどが経営参加している。2018年1月23日現在、衛星機関放送事業者として自らスカパー、BS デジタル放送で放送を行っているほか、スカパー、プレミアムサービス、ハイビジョン放送、衛星一般放送事業者は、スカパーブロードキャスティングや、 全国のケーブルテレビ局に供給を行っている。かつては衛星一般放送事業者として自らスカバー、プレミアムサービス、標準画質でも放送を行っていたが、2013年に1月31日をもって放送を終了している。日本初となるケーブルテレビ向けの番組供給事業を行ったスターチャンネル等をはじめ3つのチャンネルを運営している。 2008年8月1日、245億円の累積損失の一層のため新旧分離を実施。旧社の主要株主であった東北新社、伊藤忠商事、ソニー、従来ソニー、放送メディア、ソニーピクチャーズエンタテインメントを通じて主資、ニューズコーポレーションジャパンの4社により事業、免許を引き継ぐ新会社を新設分割により設立した。 2018年1月23日現在、会社情報の株主欄には、伊藤忠商事、ソニー、東北新社の3社が掲載されており、総務省のウェブサイトには、東北新社の議決権比率が50.0%と掲載されていることから、21世紀、FOX、Q ニューズコーポレーションから、東北新社に株式が譲渡されたとみられる。 特徴の異なる3つのチャンネルを運営しており、放送される作品数は月270本に及ぶ。すべての作品においてノーカットでの放映を行っており、CM も挿入されない。また、毎日6時を起点とする24時間放送を行っているメンテナンスによる放送休止がある日は除く。スカパー。プレミアムサービスや JCOM 以外のケーブルテレビ。 いずれも CH-BS200 を通じて視聴する場合は、同じ BS デジタル放送の有料チャンネルのワウワウプライムと同様に受信機によって、あらかじめスターチャンネル1がリモコンキー ID10 に設定されていることが多い。これは全スカパーのチャンネルで唯一設定されている。また、不定期で無料放送を実施している、主に番組宣伝が 2014年4月1日から、スターチャンネル1、BS200 において、毎週土曜、日曜の日中から夜間に、無料放送を定時で行っている。このほか、JCOM、一部の地域を除く及びイッツッ s c では、VOD によるサービス、スターチャンネルオンデマンドを実施している。かつての、スターチャンネルは、基本的に、スターチャンネルハイビジョンと同内容だったが、 深夜に成人向けの作品を放映するピーチタイムという番組枠を設けていた。2007年11月30日まではスカパーンにおいてスターチャンネルスカパーン110当時においてスターチャンネル BS とスターチャンネルハイビジョンが別編成で同時に放送れてきたためか両者は別チャンネルの扱いとなっていたスターチャンネル1になってからは統一された。 一方、スターチャンネルクラシック、現在の3話2009年10月1日より、スターチャンネルプラス、現在の2話2010年12月1日より、それぞれハイビジョン放送を開始したが、こちらは放送開始時から BS との同時放送扱いとなっている。なお、かつては、スターチャンネルを含むセットと、スターチャンネルハイビジョンを含むセットでは、セットの名称が異なっていた。 前者はスターチャンネルマルチプレックス、後者はスターチャンネルプレミアさん。2000年12月1日に BS200CH でスターチャンネル BS として開局。標準画質だが順次操作の 480p で放送され 5.1CH サラウンドステレオ放送も実施。番組によっては画面比16、9のフルサイズで放映されていた。 番組案内などは 480i。2004年9月1日には、統計110度 CS デジタル放送の、スカイパーフェク TV。110? 当時で、CS 放送としては、初の24時間高画質ハイビジョン、映画フィルムから、HD 解像度で放送用 VTR テープを作成、そのテープで放送を行う、チャンネルとなる、スターチャンネルハイビジョンの放送を開始した。 2007年12月1日には NHKBS アナログハイビジョンの放送終了により空いた周波数帯域を利用してこれまでのスターチャンネル BS からスターチャンネルハイビジョンにリニューアルしこの準備として2005年9月13日までに BS デジタル放送に係る委託放送業務の認定を総務省に申請し同年12月に正式に認定された チャンネル名を変更する1週間前、2007年11月25日は23時30分をもって放送休止に入り、翌11月26日9時までがメンテナンスタイムに当てられた。メンテナンスでは、物理チャンネルの変更、BS-15CHBS-9CH BS と帯域の増加、6スロット15スロットが施され、 放送休止や結構はのハイビジョン放送 1080i が行われるようになった組間の番組案内の大半は除く。リニューアルに伴い CS 側での放送は2007年11月30日23時50分をもって終了。翌日12月1日7時50分により吹き替え専門チャンネルとしてスターチャンネルプラスの放送を再開した。 また、2008年10月1日からはこの日にサービスを開始したスカパー。HD でも放送を行っている。2011年10月1日、ハイビジョン3チャンネル放送開始に伴うチャンネル改編により、従来からの標準画質放送のスターチャンネルと統合し、スターチャンネル1となった。なお、スカパー。プレミアムサービスの加入世帯において、 BS アップコンバーターを使用している場合は、周波数領域の都合上により、スターチャンネル1、スカパー、CH、BS200 を視聴することができない、コンバーターを返さない場合は、視聴可能。2010年5月1日より、HD 放送も実施。2016年7月1日より、題名を始まった、スターチャンネルムービーズは、劇場公開作品をした後、 TV で最速放送をする。題名前の作品は M、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。